掛川市の梨園では、梨狩りシーズン真っ最中の台風接近に頭を悩ませています。掛川市でおよそ8000個の梨を栽培している農園です。今朝までの雨と風でおよそ300個が落ちてしまったといいます。なかなかこればっかりはね、あのもう9月の中まで来てるし、身もできちゃってるし、 なかなか難しいとこですね今はシーズンの真っ最中昨日と今日でおよそ40件のなし狩りの予約が入っていたものの半分以上がキャンセルとなりましたさらに来週末も多くの予約が入っていて台風が来る前に先に収穫してしまうこともできませんできるだけ今度は週末ね、また三連休になりますのでその人のためにまなしが なって言ってくれたら、一番いいかなと思います。神ラーメンをするだけです。はい。この後の気象状況に農園でも神経を尖らせています。